What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. Don't give it another shot. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people change, but you know I won't. Maria, どうも、栗原圭一です。いつも化石発掘クリケンチャンネルご視聴いただき誠にありがとうございます。今日も来てますよ。今日は5月の初めなんでね、ゴールデンウィークに入ったところで、休みだったので今日は思い切って来てますよ。今日はですね、まあ特殊なねアンモナイトと、まあうまくいけば骨の化石ね見つかれば嬉しいんですけど、前のね骨の化石取ったやつもまあまあまあ見つけたってことで、まあ恐竜じゃないんで、なんとかね恐竜の化石ねちょっと見つけるようにちょっと頑張りたいと思いますけど、おお行者ニンニクがすごいですわ。ああすごい、今日はいい化石を見つけるように頑張りたいと思いますので、皆さん最後までご視聴ください。よろしくお願いします。ということでいきましょう。クマさん出てくるんだよ。よろしくお願いします。レッツーゴー。よろしくお願いします。It's never better when mistakes are made again. This poison's in my veins. Liars are all the same. 初めて来ますね、ここはね。わあ、すごい。餃子ニンニク見てください。もう終わりですかね。かなり伸びてますよ、これ。うわあ、すごい。皆さん食べたことありますか、これ。餃子ニンニク。でかっ。まあ食べれるのかな、これ。柔らかかったらまだいけそうですけど。あ、柔らかいですね、まだ。まだいけますね、これ。ふにゃふにゃっすよ。帰り取っていくかな。いいですね。よし。そんなことより化石ですよ、化石。今見つけないと本当に見てくれてる人に申し訳ない。美味しいですかね。
うん、そうですね。うん。入ってないですか？ちっちゃくてもね、貴重なやつあるんで。あ、イノセラヌスの入ってますね、これね。うんうんうん、よし、あるかな、これ期待できるかな。どうしかな、もう今年来てる感じではないですね。もうあちこちあちこちいろんな人入ってるんで、なかなかいいの見つかんないですよね。私の宣伝効果もあるのかな。もしかして。よし、あー、ありますね、こういうシスね。うわー、でっかいイノセラムスだ。ね、イノセラのでっかいですね。特別演出です。これもでかいやつですね。なんかで割ってるあたるな。もしかしてもう来てる？マジで？来てるのここ。来てますね、やっぱりね。もしかしたら来てるな、これ。でも、なんか見つけたい。なんか見つけよう。これはなんだ。でかいアンモナイトの。アンモナイトですかね。
つまずいた。アンモナイトが落ちるか。いや、これやばいな。何も撮らない動画で終わっちゃうかな、これ。それだけは避けたい。まさかのまさかの。それだけは避けたいぞ。ないっすかね。
ありました、ありました。何これ、ちょっと擦れてるけど、ありました。見えますか、これじゃ満足できないな。これはあっ、ポロッとどっか行っちゃった。あれ、あれ、あれ、どっか消えました。信じられない。綺麗に外れて、え、不思議。あれ、不思議です。どっか外れてなくなっちゃいました。こりゃ不思議ですわ。え、なんで？ここで叩いて今。何のやつかもわからないまま終わっちゃいました。あれ、綺麗に外れたんですけどね。本当にない。不思議。ないっすね。幻で終わっちゃいました。ない。今ちっちゃいやつもあるってことが分かりましたよ、これで。でっかいやつだって、こっちにあるんですよ、ゴロ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 。これ雪がまだ残ってました、ここに。なんかいいことないかな。よいしょ、いいやつないかな。なんか小さいものの
密集してるようなのあれば最高いいんですけど。見てるんですかね、ないなって出るのかな。いやいやいや、ここ行こう。
サガムシのバラバラになったやつの中に入ってんすかね、こうやってね。アンモナイトに一緒に表面だけだ。表面だけ。何それ。あるかなこれ。結構続くんですよね、まだね。諦めないで行った先には何かありますかね、これね。ないのかな。なんとも言えないですね。なんかパンの跡いつ来てますかね。21年、2年前ですね。2年前の5月11。やっぱり5月ゴールデンウィークに来てるんだな、これ。誰ですか、このお土産玉。やめてください。
おお、びっくりした。鳥か。食べれるって聞いたんですよね。あ、フキみたいだ。本当だ。美味しそうな匂いしますわ、これ。これちょっと分かる人いたら教えてください。みずみずしいっす。これも中途半端なアンモナイト一部だ。いや、丸々っとないですかね。ドカーンとドカーンと出てこないかな。折れてますね、この木。うわ、すごい。ないっすね、やっぱりマニアックなとこ行かない方がいいんすかね。あ、これなんだ、これアンモナイトっぽくないっす。しないかな。いや、マニアックすぎんのかな、これ。ほんとアナゴか。お、アナゴっぽいな。アナゴじゃないか。
なんだ、ニオセラか。ニオセラムスです。ニオセラムスか。この下に中入ってるか。あ、なんか入ってそう。どうだ、あー、イノセラですね。あー、こんなのっすよ。まいったな。ちょっとなんかね、石の質変わったな、なんかちょっと違うな、これ黒っぽい感じ。こっからっすかね。あー、もうこれダメかな。もうちょっと切りますか。ダメかな。もうそろそろ終わりの感じするな。いや、ないっすわ。
下の方で確か分岐したと思うんで、これもう一本行ってみます。今日はもしかしたらダメかもしれない。行者人気取って終わりかおい。申し訳ないです。今日は残念ながらいい化石を見つけることができませんでした。ごめんなさい。最後までね見てくれていた方いたと思うんですけど、前回が良すぎたのか今回はゼロです。ちょっとですね、特殊な化石を見つけれるようなところの、まあそういう近くのですね沢をちょっと今日攻めてみたんですけど、いい発見には至らなかったですね。ちょっと違う沢かもしれないです。大きなねアンモナイトとか二枚貝のニオセラムスの本当大きいやつ、かけらはもうそこら中にいっぱいあって、かなりちょっと期待したんですけど、今回は本当何もなかったです。なんで次回はね、次回は必ずいいの見つけたいと思います。なので楽しみに次回も待っていてください。最後にですね、チャンネル登録ねしてない方もしいたらまだ間に合いますんで、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。次回もちょっとこの辺ちょっと攻めていきたいなって考えてるんですけど、大きなねものがあるんで、大きい骨とかねあってもおかしくないなと思うんですけど、やっぱ誰か入ってんのかな。ちょっとここは難しかったです。次回も負けずにですねチャレンジしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで次回もお会いましょう。それではまた、さよなら。ありがとうございます。今日は雲一つなかったです。最高でした。どうも、栗原健一です。いつも化石発掘栗健チャンネルご視聴いただき誠にありがとうございます。今日も行きますよ。前回ですね全然取れなかったんで、今回は頑張って特殊なアンモナイト、そしてうまくいけば骨の化石見つけるように頑張りたいと思いますので、最後までご視聴ください。ということで行きましょう。レッツゴー、よろしくお願いします。ということで、なんとですね入ってすぐ誰かがワンダー石がですね、また結構時間経ってるのがすごいですね。割った跡があるんでね。
誰が置いてたのか分かんないですけど、これは帰り持っていきたいと思います。入っていきなり、walking other ways. Now listening and crazy. Wish you the best in your journey.